羽生結弦、僕にとっては、勝たなきゃいけない場所五輪3連敗決意表明。北京で勝つため、4回転半にこだわる、今が一番うまい。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子で五輪2連覇中の羽生結弦、二十七。27、ANA が27日、大会2連覇で来年の北京五輪代表入りを決めた全日本選手権。 埼玉スーパーアリーナの一夜決取材に応じた。日本代表ユニフォームに腕を通した時、前人未到のクワッドアクセル、四回転半ジャンプを成功させ、北京で三連覇する決意が芽生えたなどと心境を打ち明けた26日夜。全日本選手権を制した羽生は、五輪代表会見の前に日本代表ユニフォームを手渡された。ジャージーに腕を通した時、これが五輪なんだなって。 一度は蓋をした勝負への熱い思いが込み上げてきた前回の五輪から次の五輪への出場欲はしばらく明らかにせず今大会の前に初めて口にした大会2連覇を飾り3度目の五輪出場を決めた3連覇の権利を有しているのは僕しかいない夢の続きをまた描いて前回、前々回とは違った強さで五輪に臨みたい代表会見で語った思いは一夜明け さらに強くなった。五輪って発表会じゃない。僕にとっては勝たなきゃいけない場所。二連覇は絶対に失いたくないし、強い決意を持って勝ちたい。三月の世界選手権は3位。ネイサン・チェン、米国に三連覇を許し、鍵山にも敗れた。負ける確率の方が、ピョンチャン五輪の時より間違いなく高い。今は、負ける怖さもある驚きの発言も飛び出した。 平らの次のシーズンには降りられると思っていた。四回転半は三期前に成功する青写真を描いていたのだ。今は怪我の恐怖と残り半回転を回る難しさに直面する。それでも北京で勝つため四回転半にこだわる四回転半に GOE、出来栄え点をつけられる構成にしたい。四回転半とルッツ、ループという構成は現実的じゃない。北京五輪まで一ヶ月余り。 ループ、ルッツの4回転を飛ぶより4回転半成功に全力を注ぐ必勝プランを示し、今が一番上手いと自信を見せた羽生譲弦がライトリで出演。情熱的なステップスピン。演技ラストの決めポーズでファンを魅了。全日本エキシビション27日。フィギュアスケート全日本選手権エキシビション、埼玉スーパーアリーナ男子で2年連続6度目の全日本選手権制覇を果たして、 3大会連続の五輪代表に決まった羽生譲る 27ANA が大トリで出演。昨季のショートプログラム SP 曲レッドミーエンター r t a u を情熱的に演じた羽生はあなたの夢が叶いますようにというアナウンスと大きな拍手に送られ、昨季とは違う白地のベースに黒とゴールドのラインが入った上着で表情に登場。ジャンプの着氷が乱れる場面はあったが、 持ち味である力強いステップやスピンで会場のファンを魅了すると演技のラストでは決めポーズをしっかり披露したさらにアンコールで今季の SP 曲「女装と「ロンドカプリチ要素」の一部を披露女子優勝の坂本花織シスメックスとともに場内インタビューにも応じ来年2月に控えた大舞台に向けてあっという間に五輪が来ると思いますそれまでどれだけ練習できるかどれだけ健康にスケートができるか 本当にそういうことを一つ一つ大切にしながら、五輪に向けて頑張っていきたいと思います。という決意を口にした、羽生結弦。五輪3連覇が明確な目標に。全日本 V カ和ワ同学年の大谷翔平に勇気をもらっている、フィギュアスケート男子で五輪連覇の羽生結弦。27、ANA は27日、連覇した全日本選手権、埼玉スーパーアリーナからの一夜明け取材に対応し、 五輪三連覇への決意が芽生えたのは、五輪代表に決まり、日本代表のユニフォームに腕を通した時だったと打ち明けた、ジャージーに腕を通した時、これがオリンピックなんだなって。自分は二連覇というものを常に持っていて、失うことは怖い。負ける確率の方が、ピョンチャンオリンピックの時より間違いなく高い。今は、ユニフォームを着た時に勝ちに行くんだな。勝ちに行かないといけないと改めて思った、同学年の米大リーグ。 エンゼルスの大谷翔平が今まで史上一番いい状態であることに刺激を受ける。大谷は投打の二刀流で活躍し、今季はアリーグ MVP に輝いた。羽生は手術後に全人未踏のことを切り開くのを見ると、僕自身勇気づけられる。僕もまだ見ぬ世界かもしれないけど、4回転半に1人で挑み続けているので。 勇気をもらっていると語った4回転半ジャンプを武器に出るからには勝ちを羽生譲る北京五輪への意気込みを語るフィギュアスケート男子で北京五輪出場が決まった羽生譲る 27ANA が26日の日本スケート連盟による代表発表後に会見に臨み3大会連続となる五輪の大舞台に向けて出るからには勝ちをしっかり掴み取ってこれるようになどと抱負を語ったこの日に行われた全日本選手権 埼玉スーパーアリーナのフリーで悪化の演技を見せた羽生は2年連続優勝を決めて代表内定させた直後に本当にホッとしていますと率直な胸の内を明かしていたそれから時間が経った後の会見では全日本では成功させることができなかったクワットアクセル4回転半ジャンプについて武器として携えられるように精一杯やっていきますとコメント日本代表のジャージーを着たこともあり五輪3連覇がかかる大会に向け 1>, 1位を目指してやっていきたいと意気込んだご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。